Huh. Oi. Huh.ジルを信じて彼が立ち去るのを許した子供たちは行く当てを失ったまま戦車を進めていた。なあ。うん。うん。うん。そうだね。 元気かしら？ ねえねえ。 その。
俺に任せろ。どんな感じ？調子はどうだ？よし。始めるわね。なってね。みんないい子ね。敵だよ。やるぞ。これくらい。
攻撃準備よし。消え去れ。ワッパ様のお通りだよ。やってやるか。さてと、ぶつぶつ。攻撃準備よし。消え去れ。やれやれ。そこ。あたいのバカ。やってやる。任せて。消え去れ。片付けてやるぜ。ボロボロだぜ。あたいの番だよ。無駄だよ。よし、僕らは絶対に勝つ。やってやるか。準備完了。任せて。やってやるか。攻撃準備よし。僕らの邪魔をさせない。僕たちは止められないよ。ガスコ本からと思われる通信を確認した。周波数を変えながら無作為に呼びかけている。通信音声内容からこちらに向けた通信のようだ。ごめんなさい。子供たちはこれまでのジルとの戦いの顛末を説明した。タラニスの変化とハンナの現状について分かる範囲で細かく説明した。だがアクスや二人の老人たちに関しては面倒なことになりそうだと判断し、あえて。そうか。すまない。
僕が終わらせる。
こと？僕に任せて。そこ。圧倒的。やったのです。やったー。行くよー。何か見つけましたわ。何かある。やったぞ。強気しちゃおうぜ。準備ができていますわ。僕らの絆を舐めるな。やってやるか。ワッパ様の次のやつ出てきやがれ。すぐ片付けてやるぜ。行くぜ行くぜ。やらせるもんか。さてと、よし。僕らは絶対に勝つ。やれやれ。ボロボロだぜ。あたいの番だよ。もう許されるさ。やってやるか。準備よし。はあ、やってやる。落ち着いていこうぜ。今は耐えなきゃ。攻撃準備よし。見えた。やらせるもんか。さてと、くたばりな。任せて。やれやれ。僕らの敵じゃないさ。よかろう。
はあ、メレノスからの通信を確認した。うん、ねえ、やれやれ。あたいの番だよ。あたいに任せて。任せて。見えた。やってやるか。やってやる。全部貫く。さてと、スーパーヤバイトピーチ。よし、消え去れ。場数が違うんだよ。よし、行こう。俺たちの敵じゃないぜ。くらえ。スーパーヤブ&ピークだまりだ。攻撃準備よ、消えた。いくらでも来やがれ。すぐ片付けてやるぜ。全部貫く。ワッパ様の音を任せて。消え去れ。やってやるか。ボロボロだぜ。ワッパショー。みんな大丈夫かい。
い。やったね。いいね。ねえ、行きましょう。これは何？うん、いい機体だぜ。攻撃だ。やってやるか。さーてと。よし、そこ。やれやれ。まだまだ見せつけてやらなきゃ。そこを脅し。やってやる。攻撃準備よし。消え去れ。やってやる。みんなと一緒だから。黙っちまえ。ワッパ様のお通りだよ。スーパーシャープワッドピーチ。僕らの敵じゃないさ。やってやる。そこ。あたいの番ぶちまえ。いいぞ。攻撃だ。やれやれ。さてと。スーパーヤブワッドピーチ。攻撃準備よし。僕に合わせて目についてきて。やってやるか。ボロボロだぜ。ワッパ様のお通りだよ。スーパーヤブワッドピーチ。場数が違うんだよ。なんだこれ。お、誰だ。
行きましょう。やったー、はあ、え？ふん。やれやれ。始めるよ。食事だよ。できたよ。なるほどな。ふん。
何かしら。どうも。俺に任せろ。元気？いや、調子は？やあ。ありがとう。お任せあれですわ。やあ、調子は？いや、いや、ありがとう。ごめんなさい。なるほどね。ねえ、うん、あのね、へへ、はあ、ごめん。そのねえ、そうですわね。そっか。えへへ。
どうした？お食事の時間。ハンナからの情報をもとに施設の入り口を発見したマルトたちは用心しつつ内部へと侵入していった。火を上げると莫大なエネルギーがベレノスに集中する。その時突然ジルの座るシートから高速群が出現し、ジルの全身をシートごと完全に包むよう固定していった。ベレノスの無機質なオペレーションシステムメッセージがコックピットに響く。ジルの頸椎付近に針が刺され、薬剤が投与されると、次第にジルの反応が静かになっていく。シートのコックピット後部の壁が大きく開くと、ジルを拘束したシートはその穴の中にスライドして消えた。ジル！その時、ベレノスの近くへ中年の男がゆっくりと拍手をしつつ近づいてきた。一方その頃、同じく施設にたどり着いた子供たちもまた。施設の奥から高エネルギーの発生を感知。またベレノスからと思われる通信を受信した。ノイズ混じりの反応の通信はすぐに切れてしまった。急転した事態に子供たちに動揺が走る。ハンナ！クソ。よし、行こう。俺たちの敵じゃないぜ。全部貫く。さーっと、あー
諦めなよ。任せて。僕らは絶対に勝つ。やってやってワッパドーン。よし、そこやれた。ワッパドーン。やってやったのか。みんな大丈夫かい。行こうぜ。これな、行こう。攻撃だ。やってやるか。さてと、スーパーヤフワッドピーチ。痛くないもんね。攻撃準備よし。やってやる。くらえ。任せて。見えた。まだまだ見せつけてやらなきゃ。うしよきしちゃおうね。やってやるか。落ちろ虫けら。攻撃準備よし。やるか。あたいの番だよ。ぶつぶつ。場数が違うんだよ。ええ、行きましょう。これは何？
ねえ、片付けてやるぜ。落ちろ虫けら。ワッパ様のお通りだよ。あたいに任せて。任せて。消え去れ。まだまだ見せつけてやらなきゃ。お仕置きしちゃおうね。みんなと一緒だから。いいねお仕置きしちゃおうね。行くぜ。ワッパ様のお通りだよ。行くぜ相棒。任せて。はあ、こんなもんだろ。やった。ねえ、行きましょう。見つけたよ。これ何？よし行こう。わかった。行こう。すぐ片付けてやるぜ。あたいの番だよ。攻撃準備よし。気をつけろ。やってやる。よし、見えた。ワッパ様の音が。やれやれ。そこ任せて。あたいの番だよ。あたいに任せて。
僕らの邪魔はさせない。やってやる。攻撃準備よし。はあ、やれやれ。やってやるか。行くぜ行くぜ。任せて。はあ、こんなもんだろ。お食事の時やりましたわ。お食事の時間終わりましたわ。
ゃ始めますわね。始めますわ。終わりましたわ。ジェネレーターが接続されたベレノスが鈍い駆動音を響かせながら待ち受けていた。すぐにも攻撃してくる素振りは見せてはいないが、張り詰めた空気が漂い子供たちに緊張が走る。のハッチが開くと、ゆっくりと人影が姿を現した。その姿を見た子供たちは驚きの声を上げた。なんだって？え？バニラ、子供たちが大統領に疑問を投げかけると、大統領は思いもよらぬ返答をした。大統領のその言葉を合図に、バニラが怯えるように震え出した。さあ、それは誰だ？さあ。大統領は優しく微笑むと、顔の包帯を取り去った。包帯の下の顔は火傷を負った大統領だったが、突然霧が晴れたように別人の顔となった。先生。いや、
ノノが。ふん。先生。バニラは吐き気をこらえるように口を押さえてうずくまった。私の復讐だ。ふん。なんだって？バカな。なんだと？ああ。敵じゃないぜ。全部貫く。さてと。
おとなしくしてな。よく学ぶがいい。始めますわね。耐えられますこと。攻撃準備よし。気をつけろ。任せろ。ぶっ壊す。お任せあれですわ。痛いですわよ。さあ授業の時間だ。不合格だ。攻撃準備よし。出番か。見てろよ。やってやるか。みんなと一緒だから。よし。さすがだ。
バニラ先生。ああ。幹部に爆発が発生。内部からの爆発物による爆発と推測。深刻なダメージにより移動および火器使用も不可能。